ふきんばらさんはアニメソングといいうジャンンルは何かかてましたかアニメソングっていうのも、えっと、音楽を始めた時から結構聴いていて、えー、私は森口博子さんの「エターナルウィンドウとか森川美穂さんの「ブルーウォーター」とか聴いてました、うんえー、音楽を始めた頃からっていうと何歳ぐらいになるんですか中学1年生ぐらいから始めました。えー はい、あれでもちょっと上でですすよねねそうですねこの「ブルーウォーター」も「不思議の海のナディア」の多分主題歌なんですけどこれも父と母が好きで小さい頃に見せてもらってそれから曲も聴いてみたいな。 じゃあ結構親御さんに影響されて好きになるものが多いいっていう感じですかそうですねちっちゃい頃にいろんなアニメとかを見せてもらったので、うん、その影響が結構大きいかもしれないです。うん、それでは吹ば村さん、はい、今週もできたらセッションさせていただきたいんですけれども、はい、何の曲にしますか、はい、え今日はアニメ「マシン英雄伝渡る」。 オープニングテーマのステップでお願いします。マシンエーユで渡るすごい、だって、これ、なんでですか。この曲も、そうですね、父と母の影響が、大きいんですけど、小さい頃に見せてもらって。で、アニメも、すごくハマって見てた。ええ。見てたんですね。どうやって見てたんですか。D. V. D. かなんかで、ずっと、車の中とかで。車の中。そうなんですよ。見てました。そうなんですね。